懐かしの学び屋で懐かしい再会を喜びませんか？練馬東中学校の同窓会が11月23日土曜日に開催されます。練馬東中学校卒業生の皆さん、こんにちは。同窓会会長の山本です。第6回総会懇親会の日にちが決まりました。11月23日です。総会懇親会は4年ごとオリンピックの年に開催しておりますが、今回は8年ぶりの開催となります。昨年11月には学校の50周年も無事終えることができました。皆さんのふるってのご参加をお待ちしております。練馬東中学校同窓会は卒業生ならどなたでも参加することができます。当日参加も大歓迎。11月23日、会場は練馬東中学校の体育館です。